1> 第1海兵不評落下3連隊は、ピレネーアトランティック圏バイオンヌに駐屯する特殊作戦旅団霊下のフランス陸軍海兵隊の特殊作戦連隊である。フランス軍において特殊作戦を統括する特殊作戦司令部の指揮、調整によって運用される。その名称からは想像がつきにくいが、連隊のモットーや部隊歴に現れているように、 イギリス SAS の直系の子孫部隊にあたる。対テロ活動では、ハイジャック等の制圧任務は、国家憲兵隊の特殊部隊である、フランス国家憲兵隊治安介入部隊が行い、軍事作戦の際の人質救出作戦等の任務は、第1海兵空挺連隊が行うようで、住み分けがなされている。陸軍の精鋭部隊である、第二海人落下3連隊の空挺コマンドグループ、 国家憲兵隊の議員とも連携して、作戦を遂行することが多いため、頻繁に合同訓練をしている。FA マスで武装した第一海兵不評落下さん、連隊員。ありがとうございます。